はい、本日の無農薬畑です。6月11日です。昨日雨降ってこんな感じですけど、このナスとオクラがエアコンのその、はい、風が当たりますね。エアコンの室外機のやっぱこっちが、もうちょっとこっちで作りたいんですけど、ちょっと硬いからな、ちょっとどういう影響が出るか分かりませんけども、はい、元気に育ってくれてると嬉しいです。ということで以上です。皆様愛します。ちょっとペチュニアさんがちょっとくたってなっちゃってるけど、以上です。わけあって流れでこのトウモロコシと小ネギ植えることにします。いや、トウモロコシはね、今年やろうと思ってたんで、本当何の計らいか、またこちらでも肌菜でもできましたね。はい、血のでやろうと思ってたんですけど、でこれ100円ショップだから50円なんですけど、結構少ないんで、本当は2袋買おうと思ったんですよ。だけど、いや、コンパニオンプランツってあるじゃないですか。トマトとナスとピーマンって相性悪いみたいですよ。で、相性いいのが、葉ネギなんで、葉ネギとかニラ系なんで、ここに植えたいと思います。植えて、相性悪いのを相殺しようと思って、トウモロコシ1個やめて、小ネギにしました。で今回この土があるんで、トウモロコシは一旦こっちでやってから土に返そうと思ってます。ということでやっていきたいと思います。以上です。はい、極甘コーンは、1つ2つ3つ4つ5つ6つ7つ8つ8つの種入ってましたね。本当は3つぐらいがいいんでしょうけど、今回間引くつもりなので、できるだけ間引きたくないんで、間引くのはこれとこれだけにするんで、あとはそのまま育ってほしいなと思ってます。一緒にくっつけた方が成長がスピリチュアル的かどうかわかんないですけど、多分仲良く育つと思うんですけど、種が8個しか入ってないんで、まあこういう感じにしたいと思います。でちょっとこれもうちょっと土やって、でネギはこういう感じで今土やりましたんで、ここに線状にやっていきたいと思います。はい、こんな感じに、まずトウモロコシやりまして、こっちは小ネギ1列2列3列4列、余ったんで5列も作りました。これ、はい、これでコンパニオンプランツとして相性の良し悪しを相殺できたらなと思います。相性いい状態にしたいなと思っております。蚊が多くて大変です。めっちゃいる。今日今フル装備じゃないんで、ちょっと地肌のところが露出してたりするんで、蚊に刺されないかちょっと心配ですけど、 あとは HB101 を散布して終わりにしたいと思います。ということで、いつもありがとうございます。感謝しています。日々精進させていただきます。本当にありがとうございます。まあどういう状況であれ、どういう環境下であれ、幸せに楽しく生きることができるんだっていうことを、自分の姿で示していきたいなと思っております。明るく楽しく前向きにやっていきたいと思っております。ということで、これからもよろしくお願いいたします。皆様愛してます。